カブーキャリアの向きを確認し、腕と頭を通します。ねじれを整え、ウエストまで下げます。ストールを前方に引いて締めます。アウターストールに赤ちゃんのおでこをつけて、インナーストールで赤ちゃんのお尻を包み込みます。次にインナーストールに赤ちゃんのおでこをつけて、アウターストールで赤ちゃんのお尻を包み込みます。ストールをお子様の膝裏からお尻を包むように広げて、背中と肩もしっかりと覆います。お子様を片手で持ち上げながらストールを引いて締めます。お子様の位置や姿勢を整えてから、赤ちゃんのお尻の下あたりでストールを2回結びます。お子様をカバーするようにアウターラップを広げて巻きつけます。アウターラップを腰のあたりで2回結びます。